わらしべ長者は、日本のおとぎ話の一つ。根弱物語集及び、宇治周囲物語に原話が見られる。舞台は、奈良県桜井市初世の長谷寺と伝わる。世界中でも似たような物語が存在しており、ブータンや朝鮮、イギリスなどにも見られる。ある一人の貧乏人が最初に持っていたわらを、物々交換を経ていくにつれて、最後には、大金持ちになる話である。 今では、わずかなものから、物々交換を経ていき最後に高価なものを手に入れることに対する比喩表現としても使われる。なお、現話の結末は、馬と他を交換して、地道に農作物の収益で豊かになるというものである。また、この物語は大きく分けて今日広く知られている、観音祈願型の他に、三年味噌型と呼ばれるものがある。物語の大筋は、 ほぼ同じだが、後者は、無こ離婚をめぐる話となっている。両者は、主題も異なり、観音祈願型は、婚弱物語集で、三派瀬男、異観音女徳不話と題されているように、霊弦短としての性格が強く、結末もある程度の忍耐の賜物であり、それゆえに、説教や衝動として盛んに語られた形跡がある。それに対して三年未型に、 そのような性質はなく、あくまでも、松室富を主題とした、幸運譚として語られたことが見て取れる。わらしべ長者昔、ある一人の貧乏な男がいた。毎日真面目に働いても暮らしが良くならないので、貧乏から何とかして、逃れようと、観音様に願をかけたところ、はじめに触ったものを大事に持って旅に出なさいとのお告げをもらった。男は、観音堂から出るや、 稲や石につまずいて転び、偶然一本のわらしべに手が触れた。男は、お告げ通り、そのわらしべを手に持って、道を進んでいった。ところが彼の顔の周りを、大きなアブが飛び回り、うるさくて、仕方がない。そこで、男はアブを捕まえると、わらしべの先に結びつけてやった。すると、そばで大泣きしていた男の子が、アブが結びつけられたわらしべを欲しがるので男は、 観音様のお告げを信じて譲ろうとしなかったが、大泣きに手を焼いていた男の子の母親が、みかんと交換しようと申し出てきたので、わらしべを男の子に譲り、代わりにみかんを受け取った。さらに歩くと、喉の渇きに苦しんでいる商人がいた。彼は、男が持っていたみかんを欲しがり、持っていた上等な単物との交換を持ちかけてきた。男はみかんを譲り、単物を手に入れた。 一本のわらしべが上等な単物に変わったと喜んだ。男は旅の途中で侍に出会う。その侍は、相場が急病で倒れてしまったが、急いでいるために馬を見捨てなければならない状況にあった。侍は家来に馬の始末を命じ、先を急ぐ。男は侍の家来に単物と馬の交換を申し出た。家来は単物を受け取り、そのまま侍の後を追っていく。 男が水を汲んで馬に飲ませたところ、馬は元気を取り戻して立ち上がった。男は馬に乗り、旅を続けた。道を進んでいくと、大きな屋敷に行き当たった。ちょうど旅に出かけようとしていた屋敷の主人は、男に、屋敷の留守を頼み、代わりに馬を借りたいと申し出る。主人は3年以内に自分が帰ってこなかったら、この屋敷を譲ると男に言い出す。男は承諾し、 主人は馬に乗って旅に出発した。しかし3年待っても5年待っても主人が旅から帰ってくることはなかった。こうして男は屋敷の主人となり裕福な暮らしを手に入れることができた。男の持っているものの変化はらしベアブが結びつけられたわらしべみかん単物馬。屋敷バリエーションみかんを譲った相手が若い美人と従者であり、後に 長者の娘であったことが判明して、長者の申し入れ彼女の婿になる。その後も、諸子を忘れず懸命に働いたので人々から、わらしべ長者と呼ばれるまでになる。上記の観音祈願型の他に、三年味噌型と呼ばれる形式の物語がある。貧乏人が大金持ちの娘と結婚しようとする。大金持ちは結婚の条件として、 わら三本を千両に変えよという難題を押し付ける。貧乏人は旅の過程でわらんの葉三年味噌名等千両と交換、無事約束を果たして結婚するという物語である。1971年に学研映画によって日本昔話わらしべ長者のタイトルで人形アニメーション化され、同年7月24日公開の東方チャンピオン祭り内で上映された。 カラー、スタンダード、18分。文部省の特選作で、第1回東京都教育映画コンクールで金賞を受賞した。スタッフ同時上映テレビ放送1975年3月25日、漫画日本昔話の最終回に、浦島太郎と一緒に放送された。ありがとうございます。